はい、安田徹です。今回はですね、防衛医大の、問題をちょっと取り上げようかというふうに思っております。空間座標の問題なんですが、なかなか難しいんですよね。やはり現在はあまりね、空間座標に、重きを置かない、そういう状況でありますので、生徒諸君は、なかなか空間座標で苦手としている人たちがいるのではないかと、いうことで、解説をしてみたいというふうに思います。問題文を読みます。XYZ、座標空間に点 O を中心とする半径2の球面 S がある、原点を中心とする半径が2の球面がある。でその、球面上に、異なる3点 ABC を取りまして、三角形 ABC は XY 平面上にあって、正三角形であると。点 A の座標は200であり、点 B の Y 座標の値が正であるとすると、正三角形の様子ね、ここにZ 軸がいてですね、もっこりと球面があるわけです。で三角形 ABC は XY 平面内にあって正三角形であると。で、点 A が200であると、と点 B はマイナス1ルート3 Z 座標は0ね、から C は、マイナス1マイナスルート3ということで、こういう正三角形になっているわけです。さて、この球面上にある点 P が角 BOP イコール6分の π 30度になるという条件を満たして動いていると。で、Z 座標の値が最小であるような点 P を、P1 とする。この時 P1 の座標を求めなさいと言っています。BO を結びまして、BOP が、BOP が、ここが30度であるように P が動いていくというわけです。そうするとこうやって円錐面を、作っていくということになります。 OB を、中心軸とする、こういう円錐面ね、ここの角度が頂角というんですが、頂角が60度の、円錐面を描いていくというわけです。でそのようになる、ような P のうちで Z 座標が一番小さいものは何というわけです。で実はここにですね、ちょうどBOP が30度になるような P っていうのはここにいるんですよね。で、この周りにこいつをこうやってくる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 と空中で回してやるわけです。それが P の、全体になるわけです。で、ということは、この点020ね、この020から、この OB に垂線を下ろしまして、ここを半径にしてこうやってくる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 っと描いてやるわけです。ね、この点から OB に垂線を下ろします。するとここで60度定規を作ります。2対1対ルート3。ここまさに2だからね。
21ルート3でこう60度定規を作りまして、ここの長さが1になるんですが、ね、ここの長さがまさに1になるんですが、それでこうやってこうくる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 とこう回してやるわけです。で、そういうような P のうちで一番小さいやつは何っていうと、それはこの点から真下にこう1下がったところで、この長さが1ですからね、こうやってこう回りますので、ここからこう下に1下がったところのその点を考えるということになります。なので、この点を出してやる。でそれは、この長さとこの長さがこう等しくて、この長さとこの長さの比は2対ルート3ですから、結局これを、2分のルート3倍にこうキュッと縮めたやつなんですね、この点 H は。というわけで、このベクトル OH はベクトル OB を、コサイン6分の π、ね、2分のルート3倍に縮めたものということになります。でこれがあの点 H の座標を表します。こいつのね座標を表します。でその真下1のところに、今考えている Z 座標が一番小さな点というのがいますから、こいつの真下マイナス1ね、のところの、点ということで P1 がこんな風になります。でこのことが、ヒントになっているわけですが、つまりこう中心軸に向かってこうビュンと出したやつを、コサイン、30度倍にキュッと縮めたやつを、中心としてこうやってこう半径1の円が回っているという感じです。で、さらに、この球面上にある点 Q が角 QOP1 イコール、6分の π、つまりこう OP1 を中心軸として、こう半角半分の、頂角の半分が30度という条件を満たして、点 Q が動いているというわけです。で、この時にこう頭の中でどういう風になっているのかということを頭の中でこうちゃんと描いてやらないといけないわけです。でこの時に、いや僕あの空間座標が苦手だからさと言ってこう逃げ腰になってると、それはダメなんですよね。でそういう時に周りをまあ見渡してですね、あの人たちは空間座標が得意かと考えるわけですね。あなたが苦手なら周りの人も苦手ですよ。ね、人はそう変わらない。あなたが考えることと、周りの人が考えることは同じなわけです。だからそういう時に、もし自分が動揺していたら、わあ、空間座標なんかよくわかんねえやと言って逃げ腰になっているとしたら、実は周りの人も逃げ腰になっているわけです。そういう時はこうしっかり気持ちを持ってですね、逃げないようにする。ともかくよろしいでしょうか。中心軸に対して、コサイン30度倍にキュッと縮めたやつを中心として半径1の円がくるくると回っているわけです。でそれが今カッコ1だったんですが、同様にしてカッコ2も、OP1 を、コサイン30度倍にキュッと縮めたところを、中心軸としてこうくるくると回っているわけです。で、そのような、Q のうちで、A から A って誰やねん、A というのはこの
200です、ね。A から一番近いやつを Q1 とすると。で、どうなっていますかっていう話です。で、ここにですね、その様子を書きました。点 H を中心として、この、020をこう、くる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 と、回した円が、ここにあります。で、そのうちで H から、こう、下へ1下がったところに P 番がいるという図を書きました。で、次は、同じで、ベクトル OP1 を、コサイン30度倍にキュッと縮めたやつを中心として、まあこうやってこうくるくると回ったやつを作っているわけです。この Q1 というのはあの答えなんですけど、ね、具体的に描くためにはちゃんと答えを出してから出ないと、まあ描けないわけですが、こんな風になっているわけです。で、実はこう、この円というのは、ね、この円というのは実は平面上に乗っかっているんです。どういう？例えば先ほどの円はこういう平面上に乗っかっているんです。ね、点 H を、通って、ベクトル OB にこう垂直なこういう平面上にこの円が乗っかっているんです。で、同様に、同様に、ベクトル OP1 をコサイン30度倍に縮めた、点を通って、ベクトル OP1 にこう垂直な平面。それが、この、円が乗っかっている平面なんです。で、そこにこう半径1の円がこうやってこうくるくると、いますので、今、点 A に最も近いやつは何っていうと、ここからこうやってこの平面に垂線を下ろしてこう結んだ時のこいつが、まあ、一番近いやつっていうことになるわけです。なんですが、この場合図形的にやるのはちょいと大変ですから、まあ、どんどん計算を、いたしたいと思います。それで、ベクトル OP1 をコサイン30度倍に縮めた、ものをこう作りまして、この点を通って、で、この K を通って、ベクトル OK に垂直な平面の方程式を作ります。ですか、この点 K ですよ。この点 K を通ってベクトル OK に垂直な平面、方線ベクトルがこれこれこれですね。これこれこれが方線ベクトルで、この点X 座標がマイナス4分の3です。だから X マイナスマイナス4分の3で X プラス4分の3ね。で Y 座標が4分の3ルート3ですから Y マイナス4分の3ルート3、Z 座標がマイナス2分のルート3ですから Z マイナスマイナス2分のルート3でこんな風になって、まあ、こういう平面を作ります。で、ちょっと展開するとこんな風になります。で、この平面上にあって、まあ、あと K からの距離が1っていうことなんですが、それで、まあ、A と一番近いやつを出そうというわけです。で、Q を XYZ としますと、XYZ と、200の距離をちょっと、作ってやります。すると、X2 乗足す Y 乗足す Z 2乗がこう4になるので、まあ、X が、一番、大きいものを出せば、それが、求めるその考えているものであるということがわかります。で、今から何をするかというと、これかつ、
x2 乗足す y2 乗足す z2 乗が4というね。これね、これと、これの、交わりである、これとこれの交わりであるその円、で一番 x が大きいものを出してやろうということになるわけです。それでその出し方がまあいろいろ、あるんですけれども。一つの方法として逆手流。X の最大を出したけ、最大のものを出したければ、YZ が存在する条件を考えてやればいい。ね。これと、これを同時に満たす、XY のうち、XYZ のうちで、一番大きな X が出したければ、その時の YZ が存在する条件というのを出してやればいい。逆手流です。で、こっから、Y2 乗足す Z2 乗イコールルート 4-X2 乗の2乗。ここは4-X2 乗ということですが、そういう、こう、円と、直線、これを こっち側へ持ってきまして、ね、これをこっち側へ持ってきまして、こういう直線とこういう円が共有点を持つ条件、まあ細かいことを言うと潰れちゃったりすることもあるわけですが。ですか、この円とこの直線が、共有点を持つ条件というのを調べてやろうと。でそれは、原点からこの直線に至る距離がこの円の半径以下であると、ね、点と直線の距離の公式ですというのを作ってやれば、あとはこれを解いてやることでによってX の取る値の範囲が出ます。というわけで最大の X はこれであるということになります。で、今欲しいのは実はその時のね Z なんですよ。この時三角錐 ABCQ1 の体積は何かと言ってるので ABCQ1 どっかにこう Q1 がいてですね、ABCQ1 の体積が欲しいと言ってるのでこの、Q とここのですね、距離が欲しいんです。こう Z 座標が欲しいんです。底面積×高さ割る3ね、Z 座標が欲しいんです。なので、Z 座標を出すためには、この直線と今この円とが接するところをこう考えてるんですけど、なんで、最大の X っていうのは、等号が成り立つ時だから、こう接する時なんですよ。でその時のこの、原点から下ろした垂線の足の座標が欲しいわけです。それで、この直線に原点から下ろした垂線の、足の座標を出してやりますとこんな風になります。大丈夫だよね。等価の YZ イコールt 倍の 3-2 というベクトル、これが原点から下ろした垂線の足の座標です。で
y イコール、3t z イコールマイナス 2t っていうのをここへ代入してやるわけですね、3t マイナス 2t っていうのをこう代入してやると t が出てきます、t が13分の、ルート 3x 足す4ルート 3x っていうのはこいつですよね。でこういうのが出てきます。でそれの今 z 座標が欲しいので、 z 座標はここです。でそこにこう入れて計算をしてやります。するとこんなのが出てまいります。まああとは簡単です。底面積かける高さ割る3ということで出てまいります。底面積は一辺が、2ルート3の、正三角形ですから ね一辺が、ここが2ルート3の正三角形です。実は、僕のこだわりがありまして、正三角形の面積は一辺が a なら4分のルート 3a2 乗なわけです。でそれを、2分の 1aa サイン、3分の π と計算をするのは、僕は高校受験やってないねっていう、ふうに僕は思うわけです。高校受験やってない人はまあこうやるのはいいと思いますが、高校受験をやってる人は、正三角形はこんな計算しないんだよ。だってサインやらないもん。ね。僕は実は僕の頃はサインは中学でやったんですけど、まあそれにしてもですね、4分のルート 3a2 乗って覚えてるんだよ。だから高校受験をやってる、人は、サインは知らないはずなんだ。中学の時はですよ。中学の時はサインは知らないはずなんだから、正三角形の面積は4分のルート 3a2 乗って覚えてるんだよ。まあ、ともかく、今は、一辺が2ルート3だから、4分のルート3にルート3の2乗、これが正三角形の面積です。でそこにこう Z 座標をこうかけてやって、3で割ると体積が出てくるということになります。